皆さんこんにちは、2センチです。本日はね、脱出ゲーム、美術館から宝石を盗みたいっていう、なんか可愛いね、題名なんですけど、視聴者さんにおすすめされたゲームでして、すごく難しいらしいです。どうやら噂によると。じゃあ早速始めから。セーブデータを消去っていうのは本当にやったことないです。初めて、初見ですからね。初めからやります。セーブデータもクソもないです。てかセーブできるのこのゲーム。ここは世界的に有名な絵画や彫刻が数多く展示されている美術館。連日多くの人が美術品を見に来ている。てか宝石、これ泥棒主人公もしかして最近話題になっているのが、かの有名な青く輝くダイヤモンド、ブルーダイヤモンドがこの美術館のどこかに保管されているようだ。その噂を聞きつけ、私はブルーダイヤモンドを盗みにこの美術館に侵入したところだ。やばいやつじゃん主人公。さてお宝はどこかな。初めてじゃない、なんか主人公がさ、犯人犯罪野郎、警備にバレる前に仕事を終わらせてやろう。そういえばこの美術館には偽物の美術品が紛れているという噂もあったな。まあ今は関係ないか。関係あるじゃん、関係あるじゃん、それは絶対。盗もうとしてるブルーダイヤモンド、まさかの偽物ってことないよね。なんかさ、すげえ難しいって言われたからさ、ワンチャン頻度見ることになりそうもうビビってます。これまだわかんないな。この絵とかも絶対ヒントになるよね。絶対ヒントじゃん。あ、なんか回せる。あー、なんかアルファベットの A に見えなくもない？ A っぽい。こっちは？あ、G！ これ関係あるね。AGE。難しいって言われてビビってるので、どんどんね、メモはしていきたいと思います。AGE ね。じゃあ右行きます。なんか絵がアップにできるのが嫌なんだけど、もう全部が全部ヒントになってるんじゃない？何これ？何これ？あー！なるほど！なるほど！こんな感じね。次どれだ？これかな？ん？違う？地味に合ってないな。これか？あー、こうか。待って、なんかちょっと違うかも。こうかな？なんかさ、合わないんだけど、どれだ？どれだ？これか！なるほど。これか。これ？あー、こう、ごめんなさい、皆さん。お待たせしました。よし、来た！なんだ？船。ちょ、メモっときます。船、ワイン、ブロッコリー、鳥。メモりましょう、どんどん。オッケー。じゃあ、奥。あ、いけるね。なんだこりゃ！あー、なんだこれ、わかんないな。147。あー、ちょっとごめん、まだわかんない。多分わかんない。あ、なんかこれもヒントになるんだろうな。アップできる、アップ、なんだこれ！謎アップ！すげえアップにできるじゃん。なんかするじゃん。なんかさ、穴ぼこの紙をこう、合わせれば何かになるみたいな。ありそうじゃない？あ、じゃあ右行きます。ほら、なんでここアップにできんの？なんでこんな風にアップにできんの？あー、なんか関係ありそうな気がする。ちょっとわかんないな、パッと見。私、美術館とか1、2回しか行ったことない。これなんだ？あー、これはもうまだわかりません、多分。まだわかんないでしょ。あー、なんか関係あるんだろうな。これ何？あー、なんかここ開くのか。あー、なんでわかんないわかんない。拾う！待って、こっち。あー、一瞬戻ってきた。じゃあ、ここ。船。あ、これさっきのやつじゃない？あー、なるほど。わかった。あー、待って、わかった。さっきさ、船、ワイン、ブロッコリー、鳥ってあったじゃん。だから、船を、こう、上に見えるように、ちゃんとさ、真正面に見ても違和感ないように、船で、OK をして、で、ワインは、こうだよね。で、OK をして、ブロッコリーで木だね。これで OK をして、鳥は、これかな？合ってるよね？これで行くんじゃない？よし！いいですね。順調。何これ全然わけわかんないもん、ゲットした。あ、なんだ？わかんないな。あ、これ乗せれる？え、これ何？なんかはめるのかな？あ、全然わかんない。難しいかも。あ、XYZ。ん？あー、さっきのやつか。AGE だ。AGE。よし、来たー！何か？ん？これあれだわ。さっきのやつだ。ちょっとメモっていい？
ここが緑、一番上が緑で、ここが2個がオレンジで、青、で緑で青、一番下がね。これちょっとやりに行きたいのもあるんですけど、ちょっと他の絵を見てみる。これ絶対関係あるじゃん。何これ、なんかこういう適当に描いた絵でもさ、1億とかの価値あったりするから怖いんだよね。なんでここに十字、なんでここになんか標的みたいになって狙われてるよ、スコープで。まあいっか。さっきのやつどれだっけ。あ、これだね。一番上が緑、こうだね。で、下がオレンジ。なんか上も回る。上から2番目タップしたら上も回るんだけど。あ、来た来た、緑オレンジ来た。で、青緑、一番下が青。ちょっと待って、ちょっと待って、なんじゃこりゃ、むず。待って、ほんと待って。あー、来た来た来た、オレンジ、よーし来たちょっと無言になっちゃうって。なんか似たようなの、これ合わせる。なんだ、わからん。あ、はまるはまるはまる、なるほどね。いや、来ました。開く？開いたー。あー、これさっきのやつか。最初のステージのやつ。メモります。青、黄色、赤。これヒントなしに脱出したらめちゃくちゃ褒めてください。青、黄色、赤、緑。よし！なにこれ？なにこれ？さっきなんか載せるようなとこあったよね、これ。あ、なんか数字が浮かぶ？ 3！ なるほどね。オッケーオッケー、わかった。他にもまだなんかあるんだろうな。オッケーオッケー。あ、これさっきのやつか。これだね、これ。だからこの、なんだ、この木枠のところを見るんじゃなくて、その木と木の間にある、この壁を見るんだろうね。じゃあメモります。こう、こっち出てって、こっちこうなってて、こう、こうなってて、グーって下がってこう。で、もう一つがこうグーグーってなってこう。で、こうなって、こうなって、こう。オッケーオッケーオッケー。まあ、これは簡単ですわ。これですね。まず、出るからこっち出てて、ここまっすぐ一番下がこう。で、右は出てて、真ん中が出てて、ここまっすぐ。よし！いいねー。これさっきのやつじゃない？ね、さっきの。間違った。ここ。じゃん。8！ 多分合ってるよね。8。83。だから1。まあもうわかると思うんだけど、もしかしたらフラグ立てなきゃさ、無理かもしんない。これなんだ？なんか目ついてる矢印と月となんか魚みたいな。わからん。何これ、何これ、どこスタートだ？あ、スタート！ぐーん。ダイヤ、ちょっとメモっときます。ダイヤ、ハート、ハート、次、三つ葉。スペードかな？クラブだっけ？もうたまにわかんなくなる。次、ハート。ハート、で、最後かな？次。うん、これね。多分、クラブ。いや、違う。これ、スペードだ、最後。最後、スペードだ。オッケー。ダイヤ、ハート、クラブ、ハート、スペード。よし！オッケー、簡単だぞ、今のとこ。いや、来た、最後の。来たよ、みんな。まあ、でも、ステージ長いのかな？ 483。やっぱりここフラグ立てないと打っても意味ないのかもね。483。483と。よし！できました。鍵！なんかあったっけ、鍵。鍵開ける場所あった？この奥か。オッケー。まだ解いてないところも何個かあるけど、まあ、後からわかるんだろうね。よし、開いた。じゃあ、行きます。動画、はい。よっしゃ、続きからやっていくか。んなんだこれ。何これ。なんかを入れるんだろうね、上から。上から入れてなんか。わかんない。なにこれ。なんか目から黒いスライム出てますけど黒スライム出てますけど、何これ。あー、これあれだ、鳥だね、鳥。なんかこれなんかあったな、さっき鳥が。ちょ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 、どうやって戻んの。
ちょっと助けて、こうか。戻り方わかんない。これじゃない？これ。この鳥。あれ？もう回転できないの？これ横に見るとさ、翼が上上下上でしょ？これでしょ、多分。上上下上、上上下上。上上下上。よし！ちょろいもんですわ。あー、これさっきのやつか。多分穴が開いてるところ、私がさっきさ、目ん玉みたいって言ったところ、あそこが数字となんかちょっとリンクしてんだろうね。まあ、見に行くか。いや、これだよね。この穴開いてるところだと思う。ここと、てか左のこれ矢印じゃなくて、これカメレオンか。活かしてんね。カメレオンと真ん中は、なんだろう、キツツキとかなのかな。違うよね、多分。なんか鳥？なんだろうね、カラスみたいな。ここと、ここと、これ魚みたいなところの、ここね。オッケーオッケーオッケー、覚えた覚えた。えい！3と、7かな、これは。6、7。で、2かな。よし！いいねー。鍵。鍵助かるわ。なんか、ヒントとかより助かる、鍵の方が。1921年ドア、ドアのイラスト。絶対関係ある。あ、わかんない。わかんない、わかんない、わかんない。なんじゃこりゃ。あ、なんか、ポーズを変えれるのかなって思ったけど、違うっぽいね。じゃあ右。何この手。迫り来る手。ホラーゲームでありそう。突然襲ってくる手ね。右。あ、なんだこれ。あー、これか。これ、わかったわかった。待って待って、どれだっけ？これだね、これ。上の囲い、L の反対、コの反対、ロ。だから、まあ、こう見れば、上の囲いが S になってんだよね。S で、L の逆が U。で、次なんだったっけ？コの逆か、が L。で、ロが Y だね。だから SULY だね。SULY 行きましょう。SULY。SULY。SUL。SL。SL。L。L。N! ごめん、L じゃなくて N だったわ。逆の子じゃなくて、普通に子で合ってたの。あ、違うわ。逆の子だわ。え、待って、N だったっけ？あ、N だ！ごめん、逆。こう、カタカナの子は L だったね。N だった、N だった。オッケーオッケーオッケー。あ、これか？あ、来た！なんだろう。もうなんかわかるもの。襲いかかってくるこの手にはめんのか？これしかありえないぞ。よし！よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。なんか倒れた。鍵？あ、ここ鎖が。これか。あ、助かる。これ、手合ってるね。よし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 。なんか鍵が一番嬉しいアイテムかもしれん。もしかしたら。いや、上行けるね。あ、これ、何？広告。ちょっとさ、広告見たら BGM なくなってまた最初の画面に戻ってきたんだけど、あのさ、地球儀みたいなやつ、これだよね。これだよね、絶対。オッケーオッケーオッケー。覚えた覚えた。奥行きますよ。あ、間違った。いや、そのドアの1921年、絶対関係ある。これだよね。これ。ちょっと待って。ここかな？ここ？よーし！よしよしよし！なんだこれ？偽物の絵には人が描かれている。偽物の絵。あ、そういえばなんか偽物の絵があるって、あったな。これなんだ？あー、なんかこの、真ん中は赤い縁がついてるじゃん。だから、待って、これ被せる。来た来た。4で、で、黒。4の上がさ、黒と青じゃん。だから、多分、ここ黒で、これ青。9になる。プラスになって。これでいいのかな？来た！ 294 ね。いいね。今のところちょっと簡単だよね。優しめだよね。なんだこれ？え、何これ？え、かわいい。リボン。これ何？ 1868 年。人がいる絵は偽物。人描かれてるね。あと車？これが1900。絶対関係あるもん、これ千何ぼって。あとなんでここにだけ赤いさ、このロープかかってないの？この二つだけ。あ、リボン。あ、リボンつけんのか？ん？違う。なんだ？え、なんだこれ？ちょ、待って待って、わかんない。え、このリボンなんか関係ありそう。
なんか悩んでる女性と、なんかポツンと一軒家と、ムンクの叫びを真似したかったけど全然似てなかった女性と、なんだこれ、あ、ドアのイラストとあれだね、鳥あったよね、あー年号順ピラミッドと、あー誘拐してきた子供を抱き上げる男性、誘拐犯、あとあのトイストーリーに出てくる誰だっけ、あのバネの犬と、トイストーリーの新キャラのフェアリークイーンですね。あ、これさっき言った赤いやつじゃない？ほら、この赤い紐、ロープがないんですよ。ほらほらほら。ピラミッドのとこもない。これ待って。あー、絵画の形か。上は縦横横縦。縦横？縦横横縦。やっぱりそうだね。真ん中がないから。こうかな？で、横縦横横。横縦横横。最後だけなし。こうかな？よし！ん？あ、これもしかしてこれじゃない？ほら、誘拐犯これだね。ムンクとこれだね、悩んでる人、悩んでてほしい。よし、でムンクよしなんだこれ、メガネってさっきの石のイラストで、え、なんでこれかけさせられないの、これにかけさせるんじゃないのか、ちょっと待って、これわかんないまだ。でこれが年号順だと思うんだよね。だから鳥が1811年、最後ドアが1921年だった気がするんだけど、え、何これ、いっぱいあるじゃん、ちょっと勘弁してくれや。待って、1800年、あ、1811年の次、家じゃない、うん、家、これだよ。1815年、これピラミッドだな、ここ多分。これなんだろう車だった、車のイラストもあったよね。磁石と玉、なんだこれ、んー、ちょっと車のイラスト見てきていい、これか、1868年、なるほどね、オッケーオッケー。ちょっと勘だったかもしれないが言ったね。ちょっと待って、分かったかも、あ、分かった、これか、あ、これか、なんか石のイラストも右の石がさ手挙げてた気がすんな、これね、リボンと、あー、なるほどなるほど、この絵画にかけるわけじゃないのか、あ、なるほどね。こうでこうかな、きたーん、偽物の絵には空が描かれている、空と人、え、これ玉何、え、何この玉、ちょっと待って、わかんない、これもう一回見ていい、あれなんだっけ、あれどこに描かれてんだっけ、あー、人が描かれていて空も描かれている絵が偽物だ。偽物どうすればいいんだ、あと何解いてないっけ、え、あ、これ何、磁石か、なんだこれ、あ、玉入れんのか、あ、本当に玉入れてる、なんだろうこれ、どっか出てくる、真ん中から玉出てきました。じゃあ赤は、てかなんでお重さが違うのかな、上だ、赤、白、青、うん、チューリップの歌無理だった。赤、白、青か。赤、白、青。え？え、なんか絶対ヒントじゃん。もう解けるじゃん、多分だけど。ちょっと待って、なんかあったっけ？ちょっとごめんなさい、思い出せないな。あ、これか！赤、白、青。これだ、これだ！あ、偽物の絵に、描かれた木には何かを引きつける力がある。つまり磁石ってこと？偽物の絵に描かれた木、つまり木と空と人、なんか空、なんか、いや、なんかこの絵じゃない気がすんな、これ 木だけど、なんかヤシの木か、これなんかもっとちゃんとした木だろうなーって思います。人がいないね、うん、右行って、これか、あ、あ、木がないね、ちょっと待って。違うね。これ人いないよね。人いないから違う。一応磁石当てるけど。人いないから多分違うね。右。あ、空もあって、木もある。人。ん？来たー！来たー！ちょっと当てずっぽうでしたけど、行きました。なんで開くのそこ。ドキドキする！
あー広告。定期的に BGM なくなるんだよな広告見たら。ちょ、すまん、どこだったっけ。あー、これ右か、ここか。これ、なんだこれ。あ、ちょっと待って。あ、違う。あー、なるほどね、わかったわかった。うわ、ダイヤあるぞ。待って待って待って、これ覚えるわ。 X の横3本、これイラストでしょ、これ。 X の横3本、緑だね、緑。ちょ、待って待って待って、迷う迷う。緑だわ、緑で、次で、真ん中だね。真ん中がバツ。覚えにくい。バツが 1,2,3 で、横1本、バツが3つ。これじゃないな。え、待って、あ、これか。バツが3つ、横1本、黒、黒、灰色。待って、ごめんね、毎回間違える。こっちね、黒みたいな、灰色、青、青だったか。あー、この色だ。で、これが、これ多分青じゃないか。そうだね、青だ青だ。待って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 、青青青青、よし。これ取れんのか。よし、なくなった。ちょろいぜ、さすがに。あ、黒い涙、黒い涙あったな。馬の絵、妖精の羽、妖精の羽を覚えてる。馬の絵、黒い涙と妖精の絵はわかるよ。妖精の絵、あのトイストーリーのやつでしょ。でも馬、馬とかいましたっけ。ごめんなさい、馬の記憶がまるでないな。え、だから何、それを何、なんかアップにするとなんかあんのか。ちょっと待って、馬の絵、待って、馬の絵、馬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 、奥か、奥か、馬、馬、馬。あー、これ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 、あー、アップにできた、突然。 G、 上行きます。 G と、待って、妖精、馬、馬どれ、馬どれだよ。速報、馬見つからない。ちょっと待って、馬の絵がさ、マジガチで記憶にないんだよな。これラクダだもんね、どう見ても、ドアがいても。あー、これ、あ、 T。 無理やりなんかと、なんかテロップでつけたような T だな。 TTTTTGTG。 ちょっとごめんなさい、馬。で、馬の記憶マジでないんだけど。あ、馬あったー。EGT 余裕だぜ。GEET ゲット。ゲット、めちゃくちゃでかくない？これもう奥、奥でしょ。数十億なんじゃない？このカラットは。だからもうおもちゃかなって思うもん。脱出成功ではないだろ、別に。こいつらが盗んだのか？かわいいな。脱出成功じゃなくて、盗み成功でしょ。いや、めちゃくちゃ面白かったわ。おまけ？なんだろう、おまけって。あ、でもヒント見ずにこ、できたよ、私。なんだ？え？あー。楽しいやつね、20体。あ、なんかいる。まあ、ここも簡単に見つっても20体って地味に多いな。こういうの絶対いるよ。いたー。一応探す？もうないと思うけど。うん。ん？いた！いた！いた！奥にいますが！待って、あそこ覚えとくか。あ、上にいるじゃん。うん。あ、いた。かわいいね。一応絵もアップにしてみとく。いたー、ここにね。考え込んでるな。あ、いたー。この奥は、あ、待って、かわいい。え、まあ、ご、広告。いや、もうまた BGM なくなりましたよ。お得意の、あ、いたー。バランス感覚いいね。二重丸だね、バランス感覚。さっきのここ、この奥にね、いるね。ダイヤ欲しそうにしてるやつ。次、この奥行くね。見逃してないだろうな。この下とか、いたー！でももう11匹だよ。これいけるね。で、舐めてると最後の1匹見つからなかったりすんのよ。いた、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 待って。いた、いた、いた。ここは？いたねー。あ、待って、そこにいる。いた、いた、いた、いいねー。いないねー。
このドアから出てきてる描写になってたらめちゃくちゃ怖いよね。何があったってなるもんな、それ。ないな。いない。いない。ちょっと待って、いないぞ。上行きます。まあ、あと6匹がここに収納されてるかって。あ、いた！また、また？よし、戻ってこれました。これは関係ないのか。ここ今いたし、いたー！あと4匹。ちょっと待ってくれ。待って、いる気がしない、ここにもう。あ、いた！いたいたいた、いいね。ちょっと待って。あと3匹？上とかも見ようね、ちゃんと。いないぞ。いないぞ、多分。やばい。え、やばい。見つけらんない。ちょっと待って、むずい。もしかしてさ、脱出ゲームは難易度そんななんだけど、このおまけが難しいんじゃないの？視聴者さんが難しいって言ってたけど、これが難しいとかじゃなくて、難しいよ、これ普通に。みんな。みんな！え？ちょっと待って、こういうさ、なんかこういう下の方とかもタップできたりするもんなんですよ。こう、あ、いた！いたー！いたー！ここ、 Y 字バランスやってる。またあと1匹？嘘ー。そう、ここ見たしなー。ちょっと待って、本当にここいないの？ここってさっきいたんだっけ？待って、うわ、悔しい。絶対見つけてやるっていう意思を感じてください。私から絶対見つけてやります。ここアップにしたし、困っちゃうな。あ、いた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 。あー、間違った、ここにいたわ。わー、でもよく見るとちょっと黄色いな。めちゃくちゃ時間かかった。いろんなところタップしまくってた、隅々まで。わ、今度こそ脱出成功、みんなで持って帰ろう、ダイヤ。でもこれ、すぐ足つきそうだけどな、こんなにでっかいダイヤ。だって世界的ニュースになるだろうし。実は偽物でした、レプリカでした、とかだったら、ちゃんちゃんで終わるんだけどな。いや、終わんないか。ということで、脱出ゲーム。宝石を盗みたい。可愛いテロップですが、とんでもない大犯罪を犯してしまいました。難しかったけど、私はもう最後の人形、人形を探す方が難しかったね。最後の一匹。マジで大変だった。結構時間かかったんじゃないかな。3分、4分ぐらい時間かかったと思います。でもみんなもね、よかったらやってみてください。ということで今日はここまでで終わりにしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価とコメントとかね、いただけると、めちゃくちゃ励みになるのでよろしくお願いします。さらにグッバイ。じゃあねー。